京都にあります京町屋のギターショップライトニーでございます。年末ということでございまして、もう今年も令和3年ももうすぐ終わりということでございますんで、今日は商品ではないんですけどね、私自身がいつも愛用していますこの変なギターをね、ちょっとご紹介して今年締めようかなと思いましたんで、まずはねこのギターの音を取ってみましたんで聞いてみてください。この変なギターって言いましたけどね、私ものすごく気に入ってるギターでこれを長く愛用しております。このギターはですね、エピフォンのカイオラカスタムというギターでございます。1966年製でございます。エピフォンのギターがね、ギブソンの工場で作られてた時代のギターでございます。このギターはですね、アルカイオラさんの、シグネチャーモデルでございます。生産された数もね少ないと思いますんで、なかなかレアなモデルではあると思います。アルカイオラさんがこうしてほしいっていうね、こう知恵がたくさん入ってるんじゃないかなというふうに思います。構造的にはねちょっと珍しいんですけども、一見 ES335 みたいなねセミアコに見えるかと思うんですけども、こうダブルカッターしてますからね。実はねこれ完全中フォロー構造のねフルアコなんです。でフルアコにこのミニハンバッカーが付いております。でこのミニハンバッカーって割とこうシャープなサウンドが出るんですけど、パキッとしたね。でそれがこの中がね完全駆動のこうホロー構造のフルアコですんで、それがうまいことこうねまろやかになってちょうどいい感じじゃないかなというところで、そこが私すごい気に入ってるんですね。でこれF ホールがないんですよ。ここに F ホールがないので、私ブルースでやるんですけども、こう割とねこう音圧上げてガーッと音出してもこうフィードバックしない、羽織ってこないっていうね、ものすごく使いやすいんです。それがボディの厚みはね ES335 よりもちょっとだけ分厚いかなっていう感じですね。で0フレットついてるんですよこれ。まあ、こんなんいりませんけどね、はっきり言って、まあ、この0フレットってなんでついてるか言いましたらね、
要はあのこの辺のとこ、こうこうね、こうあの中途半端のとこ、こう弾きましたら、これこうフレットのこの金属のフレットからこっちの音をこうピーキングして鳴ってる音がしますよね。でこれを例えば開放弦でね、こうやってこうこうローコードみたいなバッとこう弾きましたら、この開放弦っていうのは普通このあのゼロフレットがなかったらこのナットのね、牛骨やったりしますけど、これので始まってる音になる。ということはこのフレットのとこでこう鳴ってる音とこのゼロの、ナットの牛骨とかで鳴ってる音と微妙に音質が違うみたいなことでね、このゼロフレットをつけることでその音質が揃うというね、あのいうことやと思いますね。全然わかりませんけどね、どっちでもいい話ですけどね、一応そんなのがついております。でこれねよう聞かれるんですけどね、ここにねコントロールがね、なんかこんなスイッチいっぱいついてるんですよ。これでこれね、まずここに、ついてますのがこの真ん中にね、ここちっちゃいミニスイッチがついてますけど、これがピックアップのセレクターなんです。これフロントかリアか、これどっちかしか選べません。これセンターってこれ両方のないんです。これでこれ前のフロントとこのリアでね、音のキャラクターが全然違う音が出るんで、それをうまいこと使い分けてね、私は使ってますけど、結構ねこのリアだけでねブルースパーにやるときもあるんですけど、カキンコキンの音、これがまたねすっごい気持ちいいです、ね、でフロントはまあフル枠ですから甘い音も割と出るんですけど、ワンボリュームワントンね、これも一番使いやすいです、ね、でここにね5つこれスイッチがあるんですけども、これいわゆるねあのギブソン の, あの ES345 とか ES355BB キングさんが使ったあってのギターにこんなでっかいあのバリトンスイッチのついたやつ、ロータリー式のね、こうあれ何やいたらこう1からずっと2、3、4、5、6でいくに従ってこの低音域をねこうカットしていくようなあの スイッチになってるんですけども、それの、これはこのロータリー式じゃなくてスイッチ版になってるんですよ。これだから言うたらあのロータリー式 の355とかでしたら、これが2番の音とかこれが3番の音とかこういうふうにこうねこう使い分けるんですけども、これの場合は言うてみたらこうもう2も3も4も もう一生ごとに全部かけれるみたいなねあのことになっております。これ1個入れるだけでねもう音全然変わるんですけど、ちょっと音鳴らしてみますね。これ今のこの、このトーンコントロールスイッチみたいなこのね、やつが全部これオフの状態で、ピックアップはフロントを選択しております。この状態でこんな音するんですけども、これのトーンコントロール例えばこの1番をこれオンにこうカチッとこう入れます。入れるだけでもう全然パキパキの音になる。これをで次2番1を聞いて2番入れたらこんな音で、3番やったらこんな音、4番、5番、こんな風にね全然音変わるんです。でこれ例えばこれ全部入れたらどんななんやろな。これこんなパキパキの音になりますね。これ全然いりませんね。これねこれも全部オフがいいですわ。これねでこれあのピックアップのセレクターですけど、今こうフロントのマイクやと今こんな感じですなんですけど、これこう後ろリアにしましたらねもうたちまちもう全然違う音に変わる。もう違うギターぐらいね音が変わります。でこれをね使い分けていつも私は使ってるんです。でね、アンプはねもうこれも私めちゃめちゃ気に入ってるんですけども、1973年のフェンダーのバイブロラックスリバーブです。40W、 もうあのどっかねちょっとライブ持ってするときなんかこういつも持っていくんですけど もうめちゃめちゃ気に入ってるんです。このカイオラカスタムとすごく相性がいいですよ。もうパキッとしたねもうブルースやにはもってこいの音がしますね。で私はいつもねこのバイブラックスリバーブはトーンコントロールがねミドルはなくてトレブルベースだけなんですけども、トレブルベースはいつもジュージューで使っております。
まあ、どこ行っても私大体そうなんですけど、そこにあるアンプ使う時もトーンコントロールは大体いつも10でやってるんですけども、あのもう、ま、もう悩まんで済むかね、音作りにこれどうかなどうかな、もう全部10にしたらもう一発でもう音鳴る、もうこれだけでやっております。エフェクターとかも私は基本的に使いませんので、もうそれだけでアンプの音の10、もうそれだけでやっております。はい、もうそれだけでも十分でございます。あと私はね、弦ですけどね、まあ、弦に、まあ、こだわりちゃこだわりなんかもしれませんけども、弦はいつもねフラットワウンド弦を使ってます。あのダダリオのねフラットワウンドですよ、細い10からのセットのフラットワウンド弦を貼って使ってます。これがねこうバカーンとした音がね、この音が出るのがやっぱフラットワウンドしかないんですよね。でこれがねもう大好きで、こう3弦が巻き弦ですんでね、こう1音超ピクションもちょっときついですけども、まあ1音上げた方はこっち横行ったらいいだけの話ですしね、いわゆるねセミアコの、あのギブソンの ES335 なんかでしたら、このネックとこのボディのジョイント部がね、ここがね19フレットの位置でつながってるんですよね。でハイポジションなんかもね、こうカッターウェイがこうなってて、こうもうすごい使いやすいんですけども、このねカイオロカスタムはね、このジョイント部がね17フレットなんですよ。33ぐらいってこうやってね2フレット分短いんですよね。2フレット分このこっちへグッと入ってきてるみたいな感じです。ですからね、なんやろな、この A のブルースとかでね、この高い方のこのなんかこうペンタトニックとか使うもんだろうね、もうちょっと無理ですわ、これほとんど使えません。もう G がやっとぐらいです。ですからもうあんまりねこのキーこう高い方でねこうやらへんなったかなと思いますね、このギターを使いになってから。すごく気に入ってます。まあ今年もいろいろややこしいことが世間的にね、もう世界中でももうコロナのおかげでややこしい時期でしたけどね、店も私も閉めてる時期もありましたし、なかなかライブ活動とかもできなかった時期もあるんですけどね、このギターをねできるだけもうあちこち持ってて活躍させたいですよね、本当にね。はい、来年はきっとね良い年になるやないかなと希望を持って、このギターをねまたバリバリ活躍させてもらおうと思ってます。皆さんのおかげでこのライトニングなんとかかんとか続けております。古い面白いギターをねまだまだたくさん集めてご紹介したいと思いますんで、どうぞ来年もよろしくお願いします。